はい、こんばんは、山よと申します。さあ、今日はね、どこに来とるかというと、三重県四日市市の、ここはセブンイレブン、四日市ツンツコ大橋南店ですね、ということでやってきております。さあ、今日はね、何やっていくかというと、ちょっとうちのね、今までのね、企画とはね、ちょっとね、風味の違ってね、オリジナリティあふれる、企画、やっていこうと思います。そのまま出して、第1回、エビマヨおにぎり、限界大食いチャレンジってことですね。よし、やっていきましょう。オリジナリティあふれるですよ。いやね、今世の中でやっぱ大食い動画って伸びるじゃないですか。で、今大食い界でね、有名な人って言ったら、エビマヨちゃんね、エビ原マヨイさんっていうね、映画とかも今グイグイ来てましたね。まあ、うちあの映画ちゃんのやつで知ったんですけど、で、この前誰だっけ、翔さん、ね、竹脇翔さんとかと。コラボやってたりとかね、してましたし、ね、かわいいのに、ね、めちゃくちゃ食う、ね、ということでね、うん、めちゃくちゃ、人気になってるわけじゃないですか。じゃあね、うちのチャンネルもね、じゃあ、エビマヨちゃんとね、コラボ動画撮ったらいいじゃないか、ね、思うかもしれませんけどね、まあわかりますよね。無理に決まってるじゃないですか、300人のチャンネルがね、っていうことでございますよ。でも、なんでかその人気にあやかりたいじゃないですか。うちのところもやっぱなんやかんや言って伸びてないの、ユタポンの炎上批判動画とか、あれがね、最近またユタポンがね、炎上してる兼ね合いでね、またあれがちょろちょろって再生が入ってるとかしてるわけでございますけど、ということはね、あやかるしかない。で、大食いもね、それっぽくね、やらないと、いけないじゃないですか。ただね、今までの動画を見てきた方なら大体お察しがつくと思うし、リアルでね、交流がある方ならお察しがつくと思うんですけど、まあ、そこそこ食うけど、大食いではないんですよ。なんて言ったらいいのかな。ココイチに行ったら 600g は頼むけど、800g だとお腹いっぱいになっ、ちょっと、食べるの厳しいよねっていうぐらいなんですよ。で、本当の大食いの人って1300g のカレーを何個食うとかそういう次元じゃないですか。残念ながらその次元じゃない。じゃあね、そんな中でね、どうやってごまかしね、企画をやっていくのかというところで落ち着いたのがこれだと。この前セブンイレブンにね、寄った時に見つけたんですよね。このエビマヨ、おにぎり。エビマヨネーズのおにぎりからするんですね。セブンイレブンに。エビマヨのおにぎりを限界まで食べるという企画だったら、エビマヨを大食い使えるじゃないですか。これやと。ということで、今日今からね、ちょっとね、ドライブ、しながらね、ぐるぐると回りながら、まあ、四日市界隈、鈴鹿の方に、まで手、足伸ばすのかな、っていうことなんですけど、ぐるぐると回りながら、見つけたね、コンビニでエビマヨおにぎり買ってね、それを食べながらやっていきたいと思います。果たして何個食べれるのかね。この38歳おっさん、まあそこそこ食うよっていうおっさんが果たして何個食えるのかっていう、検証動画でございます。よろしくお願いいたします。さあ、一応編集点もね作ったんで、早速ね1個目食べていこうと思います。あー、しまった、袋もらっときゃよかった。このね、エビマヨおにぎりをねずっと食べていくわけですけどね、最初にね、軽くルール説明というか、まあね、ルールはこれから今から作っていく感じではありますけどね。まあ一応、コンビニを見つけたよります。で、セブンイレブンはね、売ってるの知ってるんですけど、他のコンビニってあったっけなと思って。確かね、ファミリーマートはなかったと思うんですよ。で、ローソンとミニストップってどうだったかわからない。ミニストップはあった気がするんだよな。ということで、一応そのあたりも寄ってみて、で、ファミマはなかったはずなんで、もうちょっと言わないようにしときます。これ前行った時見たら、3店舗ぐらい回って1回も見たことない、なかった、見てなんかいいんで、多分ないんじゃないかなという判断にします。で、ローソンと、ミニストップが、はっきりと覚えてないんで、で、ミニストップあった気がするから行ってみましょうか。で、それぞれのね、エビマヨネーズのね、味の違いとかもね、調べたいところなんですけどね。一応、その場でね、行ってね、全部のね、エビマヨね、どこかとか買い占めるっていうのはなしにします。みんな大好きエビマヨね、おにぎりなんで、それをね、私一人がね、全部ね、四日市中ね、買い占めたらね、それはもう悲しい話じゃないですか。ですから、一店舗ね、一個っていうような、縛りで、で、何店舗回れるかっていうね、感じでね、やっていこうかと思います。で、まあ、これ一個だけ買うとね、ちょっと恥ずかしいんでね、今もちょっと飲み物買ってきましたけどね、R ぐらい飲むと。無糖のやつだとね、おにぎりにもあっていいんですよね。セブンイレブンはこれがあるんでね。っていうことで、まあ何かしらね、もう一品ね、何かしら買っても食べ物かどうか置いといてっていうことですけど、やっていきたいなと思います。
そう、エビマヨはね、味付け海苔なんですよね。早速いただいていきましょう。うん。まだ1個目なんで全然余裕で美味しいおにぎりですね。まあ1個目なんで当然余裕でございますね。ごちそうさまでした。そう、味付け海苔なのがね、ちょっとコンセプトになっているのがいいですよね。これで特に他のおにぎりとね、組み合わせて食べるときはね、それでだいぶ味の違いがまた出ますからね。ただね、冒頭からね、元も子もないことを言っておくとですね、まあその何て言ったらいいのかな、山田さんね、おにぎり大好きなんです。エビも大好きなんです。エビも好きなんですよ。そんなに普段あのエビ食ってるイメージがないと思いますよ。別に嫌いじゃなくてむしろ好きなんですよ。ただね、マヨネーズがあまり好きじゃない。すごい元も子もないことを言っちゃいましたけどね。とこれエビチリだったらね、もうね、いくらでだっていける気がするんですけどね、エビに迷ってなるとね、なかなかあのブレーキがかかるところがあって、だからツナおにぎりが欲しい感じなんですよね。ツナマヨじゃないですか、あのコンビニで売ってるのって。まあ、あの今でこそ別にマヨネーズ入ってても食べれる、食べれるのは食べれるし、別にまずいとも思わないんですけど、まあ、うん、マヨネーズなかったらいいのになと思います。だからあのたこ焼き屋さんとか行ったら絶対マヨ抜きの人です。ですから冷やし中華にもマヨネーズつけないっていうんでね、だいぶマイノリティではあるんですけどね、うん、まあただね、あのマヨネーズない方が美味しいじゃん。あ、別に あると、うん、っていう感じ。あるかないか選べるんだったらない方がいいっていうレベルで、なんなら大学2年生の時まで、あの、食べれませんでしたからね、もうまずいと思っちゃって。あの、なんていうの、口の中がちょっと脂っこくなる感じあるじゃないですか。あれがね、そのオイリーでね、それがそのマヨネーズの美味しさだと思うんですけど、あまりあれが好きじゃないんですよ。なのでね、その山田さんがどれくらい食えるのかっていうところですよね。まあまあまあ。そのあたりもね、検証に入れながらね、やっていきたいと思います。で、一応今回は本編動画はもう基本的に店舗回ってる時もう2店舗目にピューンって飛ぶっていう形で、でちょっと短めのね、本編動画はサクッと、した作りにして、で、あの、すみかっこサブチャンでね、道中の動画は、作って、動画の本数と、質をね、両立、うん、なんか分裂してる気もするけど、させるような作戦で行ってみたいと思います。なので本編的にはね、ここから、2連邦に目に、ワープするのかな。まあ、道中でね、使えそうな話題のところやったら、ね、そこのところは本編にも入れるかもしれませんけどね、って感じでやっていきたいと思います。じゃあね、2店舗目行ってみましょう。おう。